あまりこう科学生物学が発展していない段階で、あのーまあ、骨は死んでいるものという認識があったわけですよねだからその骨死んでいる骨からエヴァができるはずがないという論争が、あのー、これはノンクリスチャンから繰り広げられたわけですよね。でそうすると想像を信じる人たち はあのそれはないとで、あの、まあ、骨は生きていたんだと。で、あるいは、まあ、たとえ死んだ骨であっても、そんなことは問題じゃないよと。だって、アダムは土から作られたんだから、だから、あの、エヴァだって作れたはずだとか、いろんな論争を繰り広げたわけですよ。で、ところが、まあ、ま、あ あの科学が進んできてあばら骨ってねもう生き生きと実はどの細胞にも負けないぐらいどの臓器にも負けないぐらい生き生きと生きているあの細胞分裂をしているあのそういう臓器なんですよ骨っていうのはね骨髄部分は。でだから生きてるよと。 ということを一生懸命言ったわけですよあのクリスチャンたちはねでだけども生きてるからエヴァができたんだという論争は中途半端なんですよある意味でねでなぜかというと生きているアダムの骨髄が使われたということが大事なんですつまりエヴァはアダムの遺伝情報をもらって で作られたとということであってだからあのアダムとエヴァとは、まあ、男性と女性という違いその染色体の一部だけがあの違うんですがそれ以外は全く同じ遺伝情報を持った女性が作られた。 ということが非常に大事だったわけですよね。で、そのことを逃したら、とんでもないことになるんで、だから、私の骨からの骨、肉からの肉と、アダムが叫んで喜んだのは、まさしくその通りなんですよね。えー、一心同体の、えー、相棒、女性が作られたということであって、あのー、死んでいたか、 生きていたかアダムのね使われたアバラボネがそれはある意味でとっても重要な根幹であったということなんですよね。